1番プティアンサンブルの皆さんです。お願いします。私たちプティアンサンブルは豊富弦楽合奏教室の初心者コースとして、楽器を初めて触る人、昔少し弾いたことのある人、下は小学生から第二の人生を歩んでいる方まで、さまざまな年齢の人が集まって、月2回不定期の日曜日の朝9時30分から10時30分までの1時間楽しく合奏をしています。一人で弾いていて何をやっているのかわからなくても、合わせるとこんなに綺麗な曲になるんだと、合奏の楽しさをたくさんの人に知ってほしいと思っています。今日はコロナ禍で教室の再開も難しい中、練習してまいりました。段幾馬作曲花の町、バッハ作曲主よ人の望みの喜びよをお聴きください。指揮久保田隆。Thank you.
2番ミツバチ合唱団の皆さんです。お願いします。Thank you.
3番勝間ギターアンサンブルの皆さんです。お願いします。私たち勝間ギターアンサンブルは3年前に豊富マンドリンギターアンサンブルのギターパートのメンバーが中心となり発足いたしました。現在部員は10名で、毎月第1、第3月曜日の夜、勝間公民館でクラシックギターのアンサンブルを楽しんでいます。本日はバッハ作曲2つのメヌエット、亡き王女のためのパバーヌ、虹の彼方への3曲を演奏いたします。Thank you.
4番豊富マンドリンギターアンサンブルの皆さんです。お願いします。私たち豊富マンドリンギターアンサンブルは1999年にアスピラート完成をきっかけとして地元有志により 設立されました。以後毎年秋にここアスピラート3階音楽ホールで定期演奏会を開催しています。現在の部員は20代から80代までの約35名で、毎月第1、第3土曜日の夜に勝間公民館で活動しています。本日は魔女の宅急便より風の丘、今話題のアニメ鬼滅の刃よりグレンゲ、森山良子作曲この広い野原一杯の3曲を演奏します。本日の指揮者は住谷和子でございます。
5番小川綾鷹さん、どうぞ。
はい。